ートレース琵琶湖 G2 第8回レディースオールスター予選最終日のシリーズ4日目予選のラストカードとなります。最終12レース予選競争です。現在の準優ボーダー18位は西村美智子の 6.17、 ボーダー下から2号艇西岡、そして5号艇清野が勝負がきに挑みます。この時間はホーム追い風3メートル前後の計測少々強まっています。目立った動きはなく枠なり。最終12レース予選競争対戦メンバーとコースです。インコース1号艇香川平山千佳、ここ勝って6号艇の武井が3着以下ですと準優1枠ゲットということになりそうです。2コース2号艇西岡成美、現在予選得点率第19位、2着以上がノルマの勝負がけです。3コース3号艇地元志賀香川元子、前半は5コースから刺してシリーズ2勝目、予選ラスト大敗禁物の一戦。4コース角4号艇の日高逸子、こちらは3着以上がノルマの勝負がけです。5コース5号艇埼玉清野翔子はピン勝負の勝負がけ、実らせれるか。大外6コース6号艇武井奈美は2着以上に入った時点で準優1枠ゲットと見られます。枠なり3対3、最終12レース予選競争、内から1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。インから1号艇平山、2コース2号艇西岡、3コース3号艇香川、好スタート。逃げる1号艇平山、3号艇香川がまくって、このまくりが決まっていきそうだ。刺して2号艇の西岡バックへ入って、地元3号艇香川がまくって先頭。2番手は内2号艇西岡、1号艇平山今3番手、後ろ6号艇の武井、4号艇日高、5号艇清野、スタートは前提正常でした。3号艇香川がまくって先頭、2番手は2号艇の西岡、内側から6号艇の武井、あとは差して1号艇平山ホームに乗り返して、3号艇香川先頭、2番手2号艇西岡、3番手は1号艇平山、3-1か3-1-2か、2番手1号艇平山、内から2号艇の西岡に接近して21幕。3号艇香川トップ、2番手全速戦2号艇の西岡、内受け止めるか、1号艇の平山バックへ入って2番手の水、内1号艇平山、外は2号艇西岡、1号艇平山がわずかに前にいる状況。これから2周に幕の旋回です。3号艇香川先頭で2周に幕、1号艇平山2番手、3番手から2号艇の西岡渾身の全速戦、しかし1号艇平山2番手を取り切って、3番手は2号艇西岡、上位は3-1-2で前提が最終周回です。豪快なまくりでシリーズ4日目連勝ゴールに向かいます。3号艇香川元子先頭、2番手1号艇の平山千佳、3番手2号艇西岡成美、上位の体勢3-1-2、最後のバックスレッジ4番手以降6号艇武井、あとは4号艇日高、5号艇清野、最終ターンマークに向かいます。今日は差したまくりで連勝に向かいます。地元3号艇香川元子先頭で最終ターンマーク、1号艇平山千佳2番手、3番手は2号艇の西岡成美、上位の体勢は3-1-2、最終12レースまもなくゴールです。先頭3番香川五輪、2番手1番平山五輪、3番手2番西岡成美五輪、後ろ6番武井、4番日高、ラスト5番清野が五輪です。以上第12レース予選競争でした。